ファルネーゼ様が旅をお続けになられる以上、私も従者としてあなたとうまくやっていこうと思います。ですが、もしもファルネーゼ様が命を落とされるようなことになれば、その時は確かにファルネーゼがさらわれた。あいつらだよ、キャスカたちをさらったのは。お前らダズルの何？必ず群れをなすのです。あなたたちもこちらへ。急いでこの辺りから立ち去った方がいいです。失礼ですが、あなたの剣の腕では次は命を落としますよ。何？大丈夫か？何があった？それが、トロールに囲まれたところに魔女が現れて、魔法でトロールを追い払ったんです。魔女？でもガキンチョだぜ。クソ。おめえにしちゃ上出来だ。まあ二人とも無事で何より何より。こげにしやがって、あの魔女ガキ。どうした、アイシドロ？なんでもねえ。行くぜ。うざって連中だぜ。
囲まれたようだな。俺様に任せとけ。ほどにもね。私はイーノック村のモーガンと言います。この怪我じゃ一人で帰るのは無理だよ。送ってあげようよ。申し訳ありませんが、このまま村に帰るわけには。どうしても行かねばならんところがあるのです。村は今トロールに襲われ、全滅は時間の問題。それで言い伝えにある魔女に助けを請おうと考えたんです。魔女の館か。よし、一挙魔女探しだ。だって連中だぜ。おい、ここら辺トロールが出るぞ。そんなの怖くないよ、へっちゃらだよ。トロールに食われちまっても知らねえからな。俺たち魔女にもらった武器があるんだ。魔法の木の実さ。魔女？お前ら魔女に会ったのか。うん、魔女の館にも行ったことあるよ。おい、それどこにあるんだ。
教えて欲しかったら捕まえてみな。ベーケベーケこのクソガキ、待ちやがれ。どこ行きやがった、あのガキども。雑貞連中だぜ。なさそうです。どきやがれ。どうしたんだよ、ぶっ飛ばしちまえ。人間技じゃねえぞ。大丈夫かよ。
なぜよ！逃げるだろうが。逃げないから。どっ。教えて欲しかったらもう一度俺たちを捕まえてみな。お前バカな。堪忍袋の尾が切れた。すまきにしてやら。絶対見つけちゃる。
やがれ！この血やっ
させとけ。あいつの剣は力だけじゃねえ。No, I like the birds. Hey, where'd you go? Snap out of it!